はい、おはようございます。今日は何曜日だったか、水曜やったかな、よく分からんようになってきてんけどね、朝の保護猫です。はい、今日はまあポンさんちょっと興奮してるんですけどね、まあそのことは後でねお伝えさせてもらいますね。でまあ今日はこんな感じで、ちょっとね晩はね、あのいろいろコメントとかね、まあ昨日ここの嫁さんともこうね、水増し缶詰とかね与えたりね、嫁さんがいろいろ与えたりして晩、寝しないけどね、猫たちとね触れ合っとったんやけど、まあその前にねポンさんももうだんだん忙しくてね、やっぱりその今回のマイナスやねんけど、YouTube での収益の報告、確定申告の計算、集計まとめとってんけどね、昨日、まあ、半年分昨日今までの領収書から全部拾って、医療費から、まあ、光熱費とかの入れてないんやけどね、ここ分けることできないからね、交通費とかそんな、電気代とかね、まあ、細かく言うたら車もそんなもん入れなあかんねんけどね、それ専用で凍ってるやつもあるから、そんなの経費とか入れながら、まあ重くそマイナスやから、そんなも計算、まあ、今はせんでもいいけど、今後はね、手術もだんだん前みたいにね、6匹とか1ヶ月連れていくのも減るからね、まあ風邪もねマシになってきてるし、病院もね家猫ののびちゃんぐらいで、ここの子はねだいぶマシという感じでね、まあこの前かかったからね、いろいろ、まあ今月一番かかったのは去年はママが一番やっぱりかかってるからね、あらもうだね、まあこんな感じで、それでねシャークもね、まあこの子今こんな目つきやけど、寄ってくるときはこんな、はい、まだこんな感じやな、まあこんな感じじゃないからね、だいぶ餌の時も寄ってくるようになったし、この子ね、はい、はい、ごまちゃん。それで、ね、ランちゃんとかね、だいたいランちゃんと首輪のね、募集つけてくださいいうの、シャーコちゃんとかな。シャーコちゃんとかね、シャーコちゃんはね、まあ、首輪の色の、まあ、あれよ、首輪の、まあ、つけれると思うんやけどね、この子も難しいかもわからんけど、ね、まあ、頑張ってね、つけよう思うけど、何色がええかな、思ってね。まあ、今回つけよう思てんのは、シャーコちゃんとランちゃんとかな、うん、そこと誰か言ってたね、これ誰だかな、誰かをつけてくれ言ってた、なんか感じすんね、誰やったかな、まあレイちゃんは、レイちゃんじゃ、ミミちゃんのね、朝ちょっと探しとったら出てきたんだね、首輪出てきたんで、またこのね、この色ね、これ出てきたんで、ミミちゃんはこれをつけます。この子プロが分かりにくいって言ったもんな、この子やね、この子ごまちゃん、いっちゃんか、いっちゃん何してんのね、眠たいな、ちょっと調子悪い、ちょっと心配になりますよね、まあ眠たいだけは思うけどね、また昼間確認しとかなからね、はい、この子ね、なんちゃん首輪つけようかなと、シャークちゃんと、ね、誰言うてた、誰かに首輪つけてくれ言うてた、また出てけへんね誰やったかな、ちょっと待ってください、ねえ、ちょっと待って、誰やったかな、なんか言うてはったのね、まあ特集家でね、トラックスとキッキーさん、みっちゃん昨日しよう思ってたけど、まだちょっと作れてなかったね、その言うてる同窓会の同窓会のね、ことも今もう往復はがきとか先生とかで出す準備とかね、3月末に出すようになってるからね、その準備とかいろいろしていかなくなる、それでまあマイルドちゃんの昨日ずっと言うてはこれも忘れてね、ずっこけはこの板引きましたんでね、まあ、マイルドやん、ここにおるけど、これが危ない言うてはったんかな、それまあ、ずっとはこれで やりましたんで、まあ、シャークちゃんの首はこれぐらいかな、あ、マイルドちゃん、ランちゃんに首
言うやね。マイルドちゃんはなかなか難しいと思うんやけど、ねえ、まあ確かに分かりにくくなってきてるからね、まあ頑張ってね釘はつけるようにしますけどね。それでね、まあ一番ちょっと嬉しかったのはね、昨日あれ、あれです、公園 の西口のね、あの近くのおばちゃんにねちょっと用事あって、ポンさんちょっと4時に待ち合わせしとってね、それで行っとったら、向こうからね中学生の女の子が歩いてきて、僕の方を指さして、ポンさんですか、指さしたからね、ポンさんですかって聞かれてね、そうですよって見てますいうことでね、初めてね、地元で言われたというポンさん知ってる人がおったんかな、 YouTube 見てますって言ってくれはってね、電話とかではね、かかってきたりいろいろ見てますよいうの言ってくれはった人おるんやけどね、実際会うてね喋った、それもね一番ポンさんのね、あれが少ないという、一番視聴者でね一番少ない年齢層、まあ、今見たらもうこんな感じがね、ポンさんのとこダントツ女の人が多いって 59.4 で、それでここ13から17って 1% なんです、もうほとんどないでしょ、こんな感じで一番多いのは45から50歳、54歳、こんな感じでね、ポンさん若い子少ない人がね見ててくれたという、ものすごく感動しましたけどね、向こうもね会うてくれて感動してくれはったけど、ポンさんはそれ以上かもな、ね、感動しましたよほんまに。それでまあいろいろね話、野良猫について話したりね、まあお母さんがねもともと見てたみたいでね、それでまあそれで 見出したということでね、それでまあそのいろいろそういう野良猫についての話ちょうど上げとって、昨日 TNR のことについての話も上げとってね、その子も通学路なんかな、そこの道路が、まあそれで野良猫こともね、いてる野良猫のこともねよう知ってはってね、それでね先に人生のことについていろいろ喋ったりね、それでその子はね僕らの中学の時言うたら何をなりたいかっていうのはなかったけど、その子に聞いたら介護職の方にねあれもう鹿児島の方に行くって言ってたかな、で帰ってやるってなんか言うてはったね、まあそんな夢持ってるね素晴らしいなぁ思ってね、そんな若いポンさんはそんな時以外で夢なんかなかったからね、なりたいなろうと思ってるもんに目標とかなかったけど、ほんまにそれでも介護の方に行きますということでね、介護のしてやね携わる人とかほんまにね人のためになりたいいうことでね、役に立ちたいいうのでね選ぶ人が多いからね、心も綺麗や思いますよ。だからねこれもねそういうのいずれそういうねボランティア活動とかねしたい言うやったんかな、言うてましたね。まあだからねほんまねいろいろなね情報を猫の情報を取ってねやってもらえたらなとね、そんな話したりね、またいつかねどこかでね鹿児島一旦一回実家やったかな、いたけどお母さんもこっち住んではるんやったかなって言うてはったけどね、まあまたねいつか会いたいな思ってね、その介護の方でねちゃ夢かなったらね、あれトトちゃんこんなとこおんの、まあだからね頑張ってくださいって、また見てくれてるもんがね明日ちょっとねそのことでついて出すわみたいな感じでね昨日言うたから見てくれてるとは思うんやけど、トトちゃんあんなとこね、ルルちゃんここまで来たことで、まあちょっとねこんな感じです、まあちょっと猫の動画がおろそかなっていうかもわからんけど、まあ朝はね喋りの方をね優先にしたいかなと思ってね、まあ晩その分喋らんようにしてるからね、ポンさん朝にね一挙にドカーンと喋る時あるからね、寝てますね。ほでねキッキーちゃんちょっと見にくいから、ね、これ変えましたベッド、これで見やすくなったと思うけど、見やすくなったというかね、この今まで使ってたベッド猫ハゲさんに持ったやつかな、これそこを破るようになってこなして、だから変えてんかな、この前にねモーターそこ抜けたりせんから ね、はい、あれ怒ってんの、さっきも残らんかった、どうなんでしょう、カメラ嫌い、この子はね昨日もあれ怒ってんの大丈夫な思うけどね、
ちょっと撫でたりもしてるんやけどね。凛ちゃんはね、一緒に出てけんかったけど、ね、まだ覚えてないから。はい、それでこの子ね、例の子、この子。この子は、あの、みなさん、昨日の僕がチュールやってるのにいろいろ思いはったと思うんですよ。無理やりやってるシーンに見えたからね。けどね、この子はね、あの、大丈夫かな、思うてる。ポンさんも思い切ってね、逆に言うたらね、長々したらストレスになる思ってね、ゆっくり与えてた。で、この子は、もともと来た時からね、すぐにトイレとね、うんこしたから、案外、食べんのもすぐ食べとったからね、キッキーちゃんは逆に食べなかったからね、すぐに。だから、この子はいけるかな、思ってね、思い切ってやってるんやけどね。まあ、だから、皆さん、長くなる、慣れるまで長い時間かかるんじゃないかな、いう人もおるけど、ポンさんは意外とね、みなこみたいに、早いかな、思ったりするんだよね、この子は逆に。まあ、だから、思い切ったね、ああいう、行動に出てるわけやねんけど。まあ、いろんな経験もね、怖い経験もやっぱりしてると思うし、2年ぐらいは生きてると思うんですよ、この子の場合。まあ、キッキちゃんとかね、この子はね、まだ、おそらくこの子も4月ぐらいやと思います。4月か、もうちょっと先の、去年の、去年の4月じゃなくて、その前のちょっと寒い時にね、11月からそんなに生まれてんちゃうかなと思ったんで、勝手にちょっと大きさ的にね、下手したら4月だからね、この子も。まあ、この子の場合そのぐらいで、やっぱり経験も薄いと思うし、まだね、ここの子はやっぱりその周りに何もないからね、車とかもそんな来んへんから、そんな子は怖がらん、怖い今してないんちゃうかなと思ってすんやけど、まあ、この子の場合はね、いろいろな経験してるから、案外、怖い目もしてると思いますよ。車に轢かれそうになったり。だから、ポンさんがね、温度、昨日みたいな与えても大丈夫かな、いう判断で今やってんけどね。まあ、あれはちょっと、無理やり、いきなり、思い張る人おると思うけどね、ポンさんなりにね、鳴らすのんで、一遍、いろんな方向でね、挑戦してみやんと、ポンさんがね、いろいろ分かれへんからね。こんだけの猫、こうだことないから。それでいろんな性格の猫がおるからね。はい、トラ吉ね、こんな感じです。ハラちゃん、ソラちゃんね、まあこんな感じでね、今日一個ね、一日こんなんかな、まあだけど昨日のね、子もね、お母さんもそうなのかもわからんけど、あの子は僕の行ってた中学今行ってるようでね、だから僕の後輩になるんやけど、のお母さんも中学あれかな思ったりね、後輩かな思ったりね。まあだけどね、またね、公園に行っててね、あの人声かけられたら嬉しいかな、見てますよみたいなね、こと言われたら嬉しいかなと思います。また見てはる人はね、ただ声かけてください。それとね、最後にね、みここちゃんの写真、動画をね、猫あげさん送ってきてくれてるんで、その動画貼っときますね。はい、そういうことで以上です。ありがとうございます。みこちゃん。最後まで見ていただきありがとうございます。僕たちのおやつ代としてグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。